はいいよろししくお願いします、えー、今回は数3の定積分で表された関数丸3極地編をお送りしますで問題がね2問ありますのでまず一回動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば今からね自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますよしじゃあいきましょう 一、ね、本取った一回取ったんですけど咳き込んでしまって久々に咳き込んで NG になってね今取り直してるんですがあの我慢するんですけどちょっと咳出たら申し訳ないなかなかね喉の調子が治らないで今回はタイトルにあるように極地これを求めていきますでまず復習なんですけど極地求めるのってもちろん皆さん初めてではないですよねで極地求める時に何が必要かって増減表が必要なんですよで増減表だから 今回、積分を、インテグラル使ってますけど、増減表を書きたいんです。極値求めたいからね。じゃあ、増減表を求める他には何が必要かって言ったら、f'x。ね、あの、一回微分するっていうのは必要になるので、まずこいつを微分していきます。増減表を書くためにね。ってことで、f'x。で、微分すると、ここですね。これは2個前の動画、関数丸1でやったように、 積分区間が定数から x までで中身が t の関数で統一されているこの時こいつを微分する ddx をくっつけることによって t のところに x を代入したシンプルなこの子になるんだよねだから前々回勉強した内容がここで生きてくるとで増減表を書くためにはプライム x が0を求める必要があると で、これを0を考えるんだけど、x と cosx かけてますよね。これ x イコール0ちょっと除かなきゃいけないので cosx がこの範囲で0になるのは、えー、2分の π が90度の時ですね。この時に0になる。だからこれがね、出てきたので、まず増減表を書いていきましょう。xf'x、えー、の fx と。 で一応スタート0から π なんで0からえっと間に2分の π が入って π と。でここが0ですねまあとは値を出したまああれか上りか下りかを出していきたいんですけど、えー、これを見た時にまず、まあ、0から π なんで x は両方正なんですよね。でコサインが正を取るか負を取るかなんですけどコサイン x の値っていうのは0から0度から9 0度 つまり2分の π、ね、の場所までまあ第一証言ですわここはプラスですでも90度から180度こっちに来ちゃうと負になってしまうのでこの区間はこいつプラスになるからここプラスでマイナスですねつまり、えー、上って下るのが分かりますであとはここまで来たらね極値 x が2分の π の時に極大一ここって言えますんであとはここを求めたいとつまり x にう <laughs> ん ごめん2分の π をね入れた時の値を求めればいいっていうことなのでそれを出しに行きましょうと。f2 分のですねで2分の π はここだけです。積分分区間0から2分のあとはあとはもう頑張るしかない <laughs> ここは積分をね。でこのまあ今まで x でやってましたけど、まあ、t になってるだけなんでね。はい tcost になってますこの積分どうやりますかはいって言われた時に是非ねあ 部分積分積法だというふうにね思いついていただけると嬉しいところ t と cos かかっているので部分積分法で t をね後から微分して消したいから先にいじるのはこっちです cost の方ちょっと消しましょう cost は何を微分したものかって考えるとサインを微分したものですよねこうやって書くことができるとじゃあこれで部分積分使っていきましょうまずこのまんま 入れてしまってゼロから二分の π 引くことのインテグラル、そのゼロから二分の π で微分してそのままです。だからサイン t だけ残る。これ微分すると1だからね。多分板書の空間まだあるよね。あるからちょっとこ,こまに行きましょうか。なかったらねこれ書いちゃうんだけど。入れますか。えっとサインは二分の π 入れるとサイン二分の π は九時だからえっと1か。 一でゼロはゼロなので結局二分の π マイナスゼロだねここはでここがサインをえ積分するとマイナスコサインがありますでこうまあマイナスでねプラスに変えちゃってゼロから二分の π とでこの子が生き残っててコサイン二分の π はゼロですでもコサインゼロが一なんで結局 0く1なんだよね。0く1つまり、えー、マイナス1が残ります。はい、入ってるよね。オッケー,オッケー。ということで、今、何が求まったかっていうと、えー、x に2分の π 入れると、この値が出ました。この値はどこかっていうと、ここですね。2分の π ス1と。つまり、えー、極大値が出せるので、x イコール。2分の π <laughs> 違うのもう1行したらいけるかなって思ったけど時に、えー、極大値か2番もね番書使うからねちょっと不安ないよね <laughs> 極大値。えー、2分のとこれが答えとなります。 まあ積分を使ってますけどやってるのはねずっとやってきたその増減表書くためにまあ微分して増減表書いて値求めるっていうそこに積分が入ってるだけ部分積分が入ってるだけだからねじゃあ2番いきましょうまあこれも同じです結局ね同じなのでまず微分しましょうでこれも同じです定数から x までそして t だけになってるから t のところに x を代入して えー e、の x 乗じゃあこれを0を解きましょうと。で e の、えー、x 乗これはまあ0にならないのでこれは無視しようと。これ0になれないからつまり括弧の中身 1−x2 乗が0になるやつを考える。で一応やろうか 1−x2 乗0だと x2 乗1なんで x イコールプラスマイナス1ですね。で今別に範囲指定されてないので両方とも使います。X、イコールプラス 失礼プラスマイナス一とじゃあこれ使って増減表を書いていきましょうえっと計算が多いからな <laughs> 入るかな xf'x の fx とよいしょでえー、っと点点点マイナス一点点点一点点点でここゼロですねはい さ、えー、じゃあここプラスとマイナス考えていきましょうでさっきも言ったように e の x 乗はですねあ、まあ、0にならないしか言ってないか e の x 乗はプラスをずっと取っていくので、えー、とこいつですねこいつがプラスかマイナスかを考えたいとで1例えば <laughs> x が1より大きくなってしまうとマイナス1よりちっちゃい時もそうですけど2乗のね値が負の値が,負の値がどん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 加速して増えてしまうのでマイナスなんですよねだからここマイナスマイナスで間がプラスですこうなるつまり下がって上がって でだからえここが極小値ここが極大値なのは分かりますね。でなんで面倒くさいかっていうと2つあるからねそうなんです。で2つあってもちろん1を入れた時とねマイナス1を入れた時それぞれやっても構わないんですが見て分かるように積分は同じなんだよね中身同じだからだから、まあ、自分だったら一回これやっちゃいます計算でで綺麗にまとまって最後出てきた値に x に1とマイナス1を入れた方が 楽だと思うね個人的にはなのでちょっとこれを計算していきましょうこのまんまね f x のまんまいきますまんまっつってもねでこれも部分積分法ですって e があるからこいつ e-t の2乗の次数を後で下げたいので e の t 乗はこのまんまこれね微分したもの同じだからねって考えてまずいきましょうかっこ,これね計算ミスしたくねそのまんまいきますで0から x でしょ で引くことの,こい,つの実、えー、こいつを微分してそのまんまです。インテグラル0から x 微分すると1はねなくなってこれが −2t になります。だからちょっとプラス2にして t の e の t 乗 dt って。まあ予想つきはね何がめんどくさいけどもう一回なんだわこれ部分積分。まあ部分積分って次数をね1個ずつ下げれるんで2乗が1乗になってやっと1乗。で1乗もう一回やれば t 消えるからさ。 粘り強くいきましょうじゃあちょっとこれ入れていくか、X、を入れるとほいほい1 X 乗、e、の X 乗0を入れると,、えー、っと0で e の0乗1だから1か引く1 <laughs> さあ頑張るよ。で忘れる2でくくってこれもね さっきと同じく e の t 乗が、えー、とそのまま微分されたものって考えるとはいそのまんま入れて0から x 引くことのイン,テグインテグラル0から x の微分してそのままなんだねだから e の t 乗だけ残ります t 消えるからさ1になるからねでちょっと書きたいんだけどちょっとあの削除する e の t 乗ってなるの分かってるからそれ積分するんで e の t 乗変わんないからねで0から x はいこうなるよ。はいはい。<laughs> えっとちょっとあとで配った方がいいかなちょっとまだ配らずいこう。e の x 乗マイナス1プラス2でえー、っと x 入れると xe の x 乗0入れるとこう0来ちゃうからねこれまあ消えると。で引く入れると e の x ロ入れると e の0乗でマイナス1なんだけどこのマイナスが効いてるからプラス1になるほう <laughs> もうほだわほんとにえー、っとどうしよっかなこっからまとめるかマイナス x 2乗 e の x 乗でこっちを消して e の x 乗でしょここがあここもいるんだプラス 2xe の x 乗が消えるでしょ で、プラス1とマイナス2だからマイナス E の x 乗でしょこれ消えるでしょでプラス2とこうかこうだ !E の x 乗でくくった方は綺麗な気がするんし最後2行答え書きたいからちょっとくくってみようかくくらなくてもいい気もするけど許して。えっ、ー、と E の x 乗でくくるとプラス 2x マイナス 1E の x まだ右にスペースあったはずこうだよね入ってるねあオッケー OKOK。 ってなね <laughs> なんでこんなことやったかっていうと、まあ、fx 計算したらこうなりましたよってで今求めたいのは結局 f11 入れた時でしょ x に1入れたのここで入れるよりもここで入れても同じじゃんだから1入れるとえマイナス1あこれ消えるプラス2であ消えるねこう消えるから1しか残んねんだこうかでマイナス1を入れるとことは消えないよねマイナス1マイナス2マイナス1だからマイナス4か。 でここがマイナス1乗 E のマイナス1乗って E 分の1だからね E 分の1になるのでえー、っとなった、はい、まあこれは好みは分かれます別にねえー、っと私は1個数入れたいと01にして積分してってやった方がやりやすい方はそれ全然構わないです。 ね、どうしでもいいんですけどちょっとまとめてやりましたで値が出たので最後答えですねえっ、ー、と x= イコールまず1極大からいきましょうか1の時に極大値が1シンプルだねで x ス1の時に極小値が マイナスス、e、の4プラス1だったよね確かにそうだ、ね、となります入ってる、OK、よいしょちょっと囲っとこうかここは答えだよっつってねというやり方でございますさっきやったもん計算とあったよね OK, OK よろしいでしょうかまあ一番終わった時にもね軽く触れましたけどやってることは特に変わらないですはいでは知識として大事なのはあのー、動画の一でやったね この中身が t の関数になってます。その時に定数から x になっている時を微分、x で微分かけると、こうやって x を代入したシンプルな形になりますよっていうのを、それを使うので、それを知らないとね、スタート切れないからさ、いや、どうすんのってなっちゃうんだけど、そこだけしっかり身についていれば、あとやることはね、ちょっと粘り強く計算はありますけど、こうやって得点取ることができますので、ぜひね、自力で解けるようになってください。 では、えー、今回はね、定積分で表された関数、丸3極値編やらせていただきました。で、次回がラスト、丸4で最大最小のやつをやっていきます。で、その後が、えー、区分休積やっていく予定ですので、もしよかったらね、次回の本を見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。